五大三街道と八風街道の交点に残る道標と町や、東大見市岡市清水一丁目。五大三街道と八風街道の交点。東大見市岡市清水一丁目。東大見市武部日吉町付近の旧五大三街道。五大三街道は、江戸時代に大見国に整備された脇街道。東海道土山宿から中仙道尾端までの約キロメートルを結ぶ。 東海道は紀海道、北国越安土道、伊勢道、市道とも呼ばれる。春日局が1640年に伊勢神宮から多賀大社へ参詣した際に整備されたと伝えられている。江戸中期頃には京の苦業たちの間で年に3回、伊勢神宮と多賀社へ第三のなしを派遣する習慣があり、その際に利用されたことから古代三海道の故障が生まれた。 ただし江戸期の文献には、古代三街道との記述はあまり見られず、1868年の記述が初見である。また、土山の同票には、右北国かが街道碑の八、万道とあることから、北国への最大経路としても利用されていたと考えられる。お伊勢参らば、お互いをやれ、お伊勢を、たがの子でござると歌われ。 多賀神社への参詣が宣伝されており、この道は庶民の参詣に盛んに用いられた。現在この街道の役割を引き継いでいるのは、道路では県道52号線、道45号線、道46号線、国道477号線、滋賀県道41号線など、鉄道では大見鉄道本線となる。ただし、大見鉄道は日野から南は、 笹尾峠を通らずに、甲賀市美奈口町へ向かっている。AB 図説、大海の街道、郷土出版社、P157 郷土の文化財イコール、史跡編イコール、土山町教育委員会、P60、ありがとうございます。